こんにちは、セランです。今日は留学する上で知っておいてもらいたい3つのチップお話ししたいなって思います。ちょっとしたことなんですけど、ぜひ海外に行く際に参考にしてもらいたいなって思います。私は年内で500人のチャンネル登録者を目指しています。なのでよかったらチャンネル登録してから見てください。それでは早速始めたいと思います。1つ目のチップは留学費用に関してなんですけど、留学費用ってすごく高いし、そんなね簡単できるものじゃないと思うんですけど、一つ割引してもらう方法があって、アメリカでサンクスギビングデーっていう11月の後半の木曜日に、毎年ね日にちは変わるので確認してもらいたいんですけど、木曜日にサンクスギビングデーっていうアメリカ独特、じゃあカナダにもあるんですけど、また違う月なんですけど、でアメリカのホリデーがあります。その期間、ある一定の期間に払うと、事前に私たちも伝えられてなかったんですけど、語学学校側からかな、うん、語学学校から語学学校側、語学学校側からかな、多分あの割引があって、それでちょっとね払う額が減りました。なのでよかったらね、その11月のそのサンクスギビングデーの前後を狙って、それをねエージェントの方にも聞きながら、どういう感じ、あのどうしたらねちょっとでも安くいけるかっていうのをね考えてみてもらえたらいいなって思います。はい、2つ目です。2つ目はやっぱり海外に来てたくさん問題になる家のことですね。寮だったりアパートだったりホームステイだったりあるって、私はホームステイしか経験してないので、このホームステイについてお話しします。結果から言うと、ホームステイって言ってもね、本当に一つ一つの家でルールも違うし、人柄も違うし、家族構成も違うし、本当に運によるって言ったらもうそうしか言えないんですけれども、もしもね少しでも勇気あるなら挑戦してみるのもいいんじゃないかなって思います。私の使ったエージェントでは1週間で360ドルで滞在できるっていう感じでした。すごくね高いし、正直なんだろう、他のアパート頼んじゃえばもっと安いところもあるのかもしれないんですけど、やっぱりこっちに一人頼れるお母さんみたいな人がいるっていうのは、私にとってはすごく大きな心の支えでした。どうしてもねこのアメリカに本当に信頼できるっていう人がまだいなかった時期とか、いた時でもやっぱり家に一人守ってくれる人がいるっていうのが本当に嬉しかったし、いつでもテキストしていいよって言ってくれる人だったので、毎日のようにテキストしてすごくね心が温まって過ごすことができました。私の友達でそのアパートとかに住んでる方もたくさんいたんですけど、そのやっぱり探すのがすごく大変そうでしたね。私の場合はもう一つのホームステイ先に5ヶ月間行ったので、探すっていうことが一切なくて、そういう面で他のことに時間を使えたなっていうのは大きなメリットでした。もしもその一つ目の家とかですごく気に入ったなって思って、このホームステイ先と仲良くやっていけそうだなって思ったら、長期滞在、いくらちょっと何かね不満が少しあったとしても、長期滞在で見るとやっぱり引っ越しの手間とか省けるし、その家族との絆も深まるのでいいんじゃないかなって私は思います。最後3つ目なんですけど、これは知らない方が多いんじゃないかなって思うので絶対に押さえておいてもらいたいことです。3つ目はアメリカのビザについてですね。私は8月26日に語学学校を卒業したので、その後27日から国外に旅行しに行こうって思ってたんですね。ただそれを語学学校に伝えたところ、もうプログラムがその前日で終わっちゃってるから、旅行終わった後にアメリカに戻って滞在することがもうできないよって言われたんです。他の詳しい方に聞いてもやっぱりそれはそうだそうで、国外旅行に行くのならまだ学校のプログラムが終わってないうちに行って帰ってきて、そしたらまだこの学校のプログラムがあるので学生ビザでアメリカに入りますって
説明して入れるんですよ。でももうすでにプログラム終わってたりすると、じゃあなんでアメリカにまた来たのってなっちゃうっていう可能性が大きいらしいです。でエスタを取るっていう方法もあったんですけど、まあそれでちょっと前にもうアメリカ来てるからまた来たのって聞かれたりとか、エスタをその国外で取るってなると、その申請が効くかどうかっていうのもね、その曖昧なので、それで 100% アメリカに入れるわけじゃないっていうところで、ちょっと危ない、ちょっとはリスクが伴っちゃうっていうことで、私は国内旅行に変更したんですけど、もしも留学中に国外旅行に行きたいなって考えてる方はそこ気をつけてください。プログラム期間中に国外旅行して帰ってくる、それが一番じゃないかなって思います。私も今まで留学してるのにさらに国外旅行行くのって感じかなって思うんですけど、実際私の友達たくさんヨーロッパ旅行留学の間に行ったりとかしてますね。やっぱり留学中っていうのは誰かにとってはバケーション期間かもしれないし、誰かにとってはその1年の間にいろんな国に行くぞって思ってるかもしれないので、そのやっぱりね、人によってはたくさん旅行に行ってる人もいます。メキシコ、カナダ、ヨーロッパ旅行ですねが主かな。あとはまあ日本に帰る人もいるんですけど、なので頭に入れておいてもらえるといいなって思います。これに関してはね、来る前に誰にも教えてもらってなかったので、絶対に YouTube で話したいなって思ってます。ちょっとねパパパって3つ話そうって思ったので早口になっちゃったかなって思うんですけど、また分かんないこととかあったらコメント欄で教えてもらえると返信したいなって思います。それでは今日も動画を見てくださってありがとうございました。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録、グッドボタンとコメントよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。